こんにちは。今回はかぎ編みで編むストーンラップを紹介します。このね、小石なんですけれども、組紐の重さを調節するのにね、ちょうどいいんですよね。で、編み始めたわけなんですけれども、とてもね、可愛くできたんで、いくつかパターンを考えて作ってみました。今回ここで紹介するのはこちらのパターンになります。これ重しだけじゃなくって、ペンダントやキーホルダー、あとカーテンのタッセルのね、飾りとかね、いろいろと使えると思います。で、今回使用している糸はこちらのダイソーのレースヤンなんですけれども、色がね、たくさんあってもうね、迷っちゃいますよね。たくさん買っちゃいましたが、今回ピックアップしたのはこの3色。材料も石だけじゃなくって、流木とかシーグラスとか貝殻でもいいと思います。今回ここでは比較的手に入りやすい小さなね、石ころを使っています。あと今回マニキュア用のトップコートをね、ふんだんに使いました。あと手芸用のね、ボンドもあったらいいと思います。こちらの方が動画の流れになります。ではまず石の準備をします。石はね、洗ってよくほこりとかね、小さな砂とかを落としてきれいにして乾かしてから、マニキュアのトップコートを塗っておきます。ツヤ出し用のラッカーも OK だと思います。これ確かね、セリアで買った45秒で乾く速乾のトップコートです。こうするとその辺にコロコロ転がってる石ころがなんと美味しさまになってしまうんですね。見てください、このツヤピカピカ。では次に編み図を紹介します。最初は輪にしてお花を作ります。1枚の花びらは細編み、鎖編み2目、長編み、鎖編み2目、細編みとなります。これが6枚になります。この編み図では糸を1色のみで編むことを想定して書かれています。実際の編み方の、動画の中では糸は、3色に分かれています。真ん中のお花が編み終わった後は、ネット編みに入っていきますが、石の大きさによってこのネット編みの部分の鎖編みの数を加減していきます。で、私も動画の中で、実際にこの図面と、石の大きさが合わなかったので、調整しているところもやっていますので、参考にしてみてください。で、うまく石が包まってきたら、最後は長編みで全部ぐるっと鎖編みの部分を編み込んで閉じてしまいます。編み図にないんですけれども、ベイルはダブルチェーンで編んでいます。一番最後に紹介してますので、よかったら見てみてください。それではここから実際に編むところを紹介したいと思います。こちらの方がその出来上がりのものになります。ちょっとね、ビーズなんかつけてみました。ではまず糸ですね、こちらの3色を使います。まずはじめに輪を作って作り目をします。次に細編みをこの輪の中に1つ編みます。そしたら鎖編みを2目、長編みを1目、鎖編みを2目、細編みを1目、これで花びらが1枚できました。このようになります。次に続けて花びらを編みます。鎖編みを2目、
長編みを1目、鎖編みを2目、で細編みを1目、これで花びらが2枚できました。こんな感じになります。可愛いですよね。でこれをずっと続けて、6枚編んでいきます。花びらの6枚目の最後になります。ここでは、次の糸に変えるので一旦糸を切ります。同じ色の1本の糸で編む方はここで、編み図の通り引き抜き編みをします。とじ針に糸端を通します。そうしたら一番最初の細編みの部分に針を入れて糸を通します。で一旦ここで糸を引き抜いて、ちょっとね、きつくなってしまうと汚くなってしまうので、ゆっくりゆっくり様子を見ながら、そして一番最後の鎖編みにまた針を通して糸を、戻します。でここからゆっくり糸を引きながら、輪の方のね糸も引き締めながら形を整えていきます。こんな感じになってきますね。2本の糸を2回交差させてしっかり絞ります。念のためね、もう1回2回交差させてぎゅーっと、そうしたらかなり根元の方で糸を切ります。そしてダダーン出ました。ピケ、ほつれ止め、または、またね、マニキュアのトップコート、もちろんね、手芸用ボンドも OK です。ほつれないようにお願いしながらつけときます。1分ぐらいしか経ってないんですけれども、もうね、全然ベタベタしてないですね。なので次編み始めます。次はバイオレットですね。で新しい糸で編み始めるときには作り目をします。それではまず同じ色の糸1本で編むときの編み方をやります。引き抜き編みをした後、左側の花びらの真ん中の長編みの一番上まで引き抜き編みをして移動します。これは同じ糸で編む時の場合でした。一番上まで行ったら鎖編みを3つ編みます。でこれからは色を変えて編む場合の例をやります。で次の糸をここの花びらの一番上の長編みの上のところですね、ここから直接このね、ループを引っ張り出して編み出し刃を始めます。そして鎖編みを3目編みます。この後は1色も3色も同じになります。そうしたら隣の花びらの長編みの一番上に引き抜き編みをします。ここですね。また鎖編みを3目で引き抜き編みをします。このようにしてずっと1周回ります。
2段目の終わりに来ました。でここで一番最初のここの編み出しの部分ですね、ここに引き抜き編みをして1周閉じます。このようになります。これはねどちらの、多色で編む場合でも1色で編む場合でも同じです。でここのこの後も同じ糸で編むので、両方とも同じになります。で今度はここの鎖編みを3目編んだ部分の一番真ん中に移動したいんですね。でそこまで引き抜き編みをして移動します。今1目いきましたね。であともう1目、これで真ん中までいきますよね。でここの鎖編みの真ん中まで移動したら今度は鎖編みを、5目、そして隣の鎖編みの真ん中の部分に、ループの中は通さないでここの下の部分ですね、空間に、1目細編みを編みます。そしたらまた鎖編みを5目、また隣の鎖編みの間にこのように細編みを編んで、ぐるっと一周回ります。このような形になってきますね。これで最後の5目、鎖編みを5目で1本の糸1色で編んでる場合はここまで来たら一番最初の、立ち上がりのところに引き抜き編みをして終わりにします。で糸をここで変える時には一旦糸を切ってとじ針でまたここで糸の始末をして次の糸の準備をします。でとじ針に糸を通してこの立ち上がりの鎖編みの最初のねこの段の立ち上がりの部分に針を通します。そうしたらまた、鎖編みの一番最後の部分ですね、ここのループの部分に糸を通し返します。で適当に締めて、でこのあと同じ色の部分に、糸を通してこのバイオレットの一番最初の糸端とまた結んで固く結んで、手芸ボンドなどでまた補強をしておきます。目がねほつれないように、止めておきます。結べたらまた糸を短く切って手芸用ボンドで止めます。私はね今度はこちらのねマニキュアのトップコートの方を使ってみます。ちょんちょんちょんと。では次の色に移ります。今度はエメラルドグリーンですね。これもまた編み始めは作り目をしておきます。そして今度もまた、最初に同じ糸を使ってねやる場合なんですけれども、ここから糸が出ているので今度はここの一番外側の鎖編みのやはり真ん中まで行きたいのでこの真ん中まで、引き抜き編みをして移動します。これはね同じ糸で、編む時です。で違う糸を使って編む時には直接ここの一番外側の鎖編みの真ん中の部分ですねから編み出しをします。
ここからは両方とも共通になります。鎖編み2目編んで立ち上がり、その同じ空間にですね長編みを2目編みます。こうなります。そうしたら鎖編みを今度は2目、そしたら隣の鎖編みの中に3目長編みを編みます。空間の中です。そしたら鎖編みを2目、このようにして1周ぐるっと編みます。4段目の終わりになりました。で最後に一番最初の鎖編み2目の一番上のところに引き抜き編みをして終わりになります。ここでお石様に登場していただいて試着をしていただきたいと思います。どうでしょう。ちょっとねちっちゃいかもしれないですねこれね。ここがうまく入らないかな。ちょっと小さいようなので、一旦ねこの緑の部分だけ、最初の方までほどきます。そしてこの長編みと長編みの間の鎖目ですね、この鎖編みの数を2目から3目にね増やしてみます。これで3目ですね。でここの長編みの数は同じです、3目。おっと3目ダメ目、3目目で鎖編みを3目ですね。このようにして石に当ててみて鎖編みの部分で大きさを調節してみてください。でこのままずっと編んでいってみます。またね段の終わりになりました。これで、4段目の終わりですね。さあフィッティングタイム、今回はどうでしょう。あ、いい感じかも。あ、いきますね、大丈夫ですね。ほらこういう風にね正面が全部覆われました。これで OK になったので、ここの糸を先に、とじ針で、始末しておきます。ちょっとね邪魔ですね。あ、というかね、そうそうそう、ここね一番最初の長編みのところにバイオレットがこう一つ鎖編みのところだけね出てしまったんですよね。ちょっとねこれが気になったのでついでに隠してしまおうと思います。ちょっと邪道なんですけれども、うまくごまかすのもスキルのうちみたいな感じですねごまかしてばっかりなんですけれども、これで隠れてかな。どうでしょう、あまり目立たないですよね。よく見ればね、あ、ここなんかちょっとおかしいっていうのはもう一目瞭然なんですけれども、そしたら以前と同じようにして糸を始末します。次5段目になりますけれども、やはりねここの鎖編みの真ん中の部分に行きたい。ここのね鎖編みの3目あるところの一番真ん中ですね、ここに行きたい。でここから、引き抜き編みをして通したら一番最短でこの真ん中に行かれるかっていうと、今度は
左に進むよりもなんか右に戻った方が近いですよね。ということで、私は右の方に今回行きますが、左でも OK です。でここは今は、鎖編みが3目になっているので2つ戻りましたけれども、2つのままで良かったら1つしか戻らないですね。だからここはそれぞれの石の大きさによって変わってきますので、あまりね編み図通りっていう風には考えない方がいいかもしれないですね。この後なんですけれども、こういうタイプのあのかぎ針のタイプだとね、ハンドルが当たってしまってうまく編めなかったりするので、こういうねスリムに何もないまっすぐな棒のタイプのかぎ針を使った方が、編みやすいと思います。でね、ここまで来てちょっとね思ったんですけれども、こっちは平たいんですけど、こっちの石はね分厚いんですよね。大きさはね、表から見た場合の大きさは大体同じなんですけれども、厚みが違うので、ちょっとね、編み図をまたね、変更して、もう一段ね、この同じ感じで、編んでいこうと思います。ここのね、鎖編みのところに、また長編みを編み入れようと思います。なので、またちょっと戻って、でもうこっちに今度はこっちに引き抜き編みで移動します。でこのあと鎖編みを2目で立ち上がって、長編みが2目で、また鎖編みはここで3目にして、でもしかするときついかもしれないんですけれども、とりあえずこれで、試してみようと思うんですけれどもね、まあこれでやってみます。そしてダメだったらまたね編み直しますけれども、小さいんでねそんなにね大変な手間ではないので、段の最後まで来ました。そうしたらここの立ち上がったところの鎖編みの2目ですねの一番上と、引き抜き編みをしてフィッティングタイム、お石様お願いいたします。お袖お通しいたします。きつくないでしょうか。あ、いい感じですね。ほら入りました。いったしカンカン、あ、かわいい。私もこれできつかったらここの鎖編みのところをまたさらに増やしていって4目にするとか5目にするとかして包めるようにします。でここのね鎖編みのところで大きさの方に合うように調節してみてみてください。でね、段を増やしていってももちろん OK です。こういう感じでね適当に、合わせていきます。もう編み図変更っていうのはしょっちゅうあることなんで、編み図もねなんか合ってないような感じなんですけれども、さてこのね鎖編みの真ん中に移動したいので、今度はこっちで、戻ります。ここが3目なのでこの真ん中2目で、引き抜き編みをして戻ります。でねここで鎖編みを2目、そしたら隣の鎖編みの部分にいきなり長編みを編んじゃいます。ここからは超減らし目になります。で、石がもうね入らなくなってしまいますので、超減らし目が終わる前に石を入れておきます。
ここがねちょっとね正念場なんですけれども、お石様しばしご辛抱を。ここでまたいきなり長編みを編みます。よいしょ、もう一回やり直し。これね、鎖編みの中を通さないで、鎖編みの外側を通してください。よいしょ、外れちゃいますけれども、ここで引っ掛けて OK。 次はここなんですけれども、カモン、よいしょ、やりにくいですね。あ、引っかかった。よいしょ。それ。あ、いい感じになってきました。次はここの、鎖編みの部分ですね。声だけ頑張ってもダメですね。今度はいい感じですね。あ、いいですね。そうしたら次はここですね。こっちか。ほら、だいぶね、もうここまで締まるとね、ずいぶん楽なんですけれどもね。もうね、ここまで包んじゃえばね、大丈夫ですね。最後にここに編んで、いい子にしててくださいね。よいしょ、あ、行きました。それ、おりゃ、お、来た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 。あー、もうこれでいいでしょ。これで、ね、どうやっても石ころは出てこないので、ここで最初のところに一応またね、引き抜き編みをして、そして糸を切ります。またね、この糸をとじ針で、閉じます。そしたらね、一応まあこれで大丈夫だと思うんですけれども、まあ、また、補強のために互い違いにここの最後の鎖編みのところを針を通して、糸を通して絞っていきたいと思います。もうこの辺はね、自由に糸を止めていただいて全然 OK です。最後に糸を切ったら、また、ピケとか、手芸用ボンドとかで糸のね、糸目がほどけないように止めておきます。ということで、じゃじゃーん、できました。ただのその辺に転がってた石ころが、見事な衣装をつけたお石様になりました。こちらのね、左側の方はさらにベイルをね、編んでありますので、糸がね
通せるようになっています。ベイルを作らなくても糸は通せる、いくらでもねここ通せるんでいいんですが、簡単で可愛いベイルの作り方を見つけたので紹介しておきます。手前から後ろに行くようにしてねちょっとつけたいなと思うんですけれども、ちょっと編み目を移動します。ここのね長編みのところから後ろに行くようにするとねちょっといい感じかなとか思います。ずりずりとずりずりずり、ここですね、こっから後ろに行きます。また作り目をしたところから始めて、ここの一番上のね鎖目のところにかぎ針を通して作り目をしたループを引っ張り出します。でここからですねダブルチェーンっていうのをやるんですけれども、それでベゼル代わりにしようとしているわけなんですが、まず鎖編みを1目編みます。そうしたら隣の目に、2目ですね、ここ針を通して糸を、持ってきて、ここで鎖編みを1つ、さらに最初の鎖編みの部分にも通します。このようになります。そうしたら左側の今作ったフープにかぎ針を通して糸を拾って2つ通します。これで2段目ですね。また左側のループだけを通して糸を引っ張ってきて今度は2つ通します。これで3段目、左側だけ通してまた2つ、このようにしてねずっと左だけ1つで、その後2つというふうにしてね編んでいくのが、ダブルチェーンっていうやつらしいんですけれども、結構なんかねこれね可愛くって、気に入ってるんですけれどもね、こんな感じになります。可愛いですよね。あとこのねダイソーの糸がツヤがあって本当にね発色が綺麗でね編んでてとてもね楽しいです。もうちょっと編んでみようかな。これでいけるかな、こうですね。でここの後ろの糸のところに編みつけようと思うんですけれども、どうでしょうね、こんなもんでいいですね。そうしたらここの後ろの糸のところに編みつけます。これ一旦もう糸を切って、とじ針でねここに閉じつけた方が多分簡単じゃないかと思うんですけれども、そう考えつつ、かぎ針で2箇所右側と左側をそれぞれ引き抜き編みをしてかけて、さらにもう一回締めて、もう本当ねこの辺は自由にしっかり糸が取り付けられてれば OK です。またねとじ針でやってますけれども、玉の目は外から見えないように糸の中に隠します。でもう一本糸があるのでこれも処理をしておきます。そうしたら出来上がりです。出来上がるとこんな感じになります。可愛いでしょ。やっぱりねここね手がつくとね
可愛いですよね。あのメタルのリングとかもね入れても全然いいと思いますけれども、あとここにもねちょっとウッドビーズかなんか入れてもこれもね可愛いですよね。なんか、防風ファッションっていうんですか、ボヘミアンっていう感じのファッションにもね合うんじゃないかと思います。でこちらが今回紹介したアミズの、おいしさま3兄弟になります。紫の糸のやつは、トップコートするの忘れてたんでちょっとすっぴんのおいしさまになってます。本当にねその辺に転がってる石っころがこんなねおいしさまに変化するとはね私も全然気がつきませんでした。もうびっくりです。石にも衣装ということなんですね。シーグラスとか流木とか貝殻とかやってみるのもね本当にね可愛くなると思います。ストーンラップの編み図他にもね考えたのがあるので後々紹介していきます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまた。